105ページの曽宿の御返事、方々を責めずして成仏を願わばね。はい、一緒に読みますね。曽屋殿御返事にのたまわく、方々を責めずして成仏を願わば、火の中に水を求め、水の中に火を尋ねるがごとくなるべし、はかなしはかなしかにお化経を信じたもとも、方々あらば必ず地獄におつべし、漆千倍カニの足一つ入れたらんがごとし、独家人獣七本四甲はこれなり。方々を責めないでいて成仏したいと願っても、それは火の中に水を求め、水の中に火を尋ねるようなもので、求め得ることのできない儚いことである。いかに法華経を信じても、方々があれば必ず地獄に落ちるのである。それは漆千杯の中にカニの足を一本でも入れると、ただの水となってしまうがごとくである。法華経受領本に独家が深く入り本心を失ったとあるのはこのことである、一蓮大聖人のこの教えというのはですね、世の中にたくさんの宗教があるんですけれども、方々限界ということをこの強く正面からこの説いている教えは、この日蓮大聖人の教えしかこのないんですね。例えば一神教っていうふうに世間の辞書にはこの一神教って神っていうふうに書くんですけども、まあ私たちは神さんだけを信じるっていう一神教じゃなくて、まあこっちの一つを信ずる教えということですね。一つを信ずる、これだけ、これしか信じちゃいけない、これだけが信ずるに値するこの教えなんだということで、この一神教ということをこの主張するこの教えであれば、当然この方々限界、自分たちの信ずる教え以外のこの教えはいけないというふうにこの訴えなければならないわけなんですけれども、でも キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、エホバの証人って同じ神を中心にして、一応表向きは一神教なんですけども、キリスト教にしても別に他のものを拝んだからこのどうだこうだということはそのうるさく言わないですよね。建前上は一神教なんですけども、ただ皆さん方がニュースで聞いて分かるように、イスラム教とかですね、ユダヤ教とかですね、ユダヤ教は特にこの戦争時代にアウシュビッツの収容所とか、このユダヤ教を
根絶やしにしようというその動きっていうものの中で虐待をされてたくさんの人が殺されていったということもありますので、そのユダヤ教とかイスラム教というのはその何としても他のこの宗教というものと宗教というものに心を奪われちゃならないんだということをものすごい強くこの何て言うんですかね、極端に言えば殺人を犯してでもその法を守ろうというようなその激しいものを持った一神教なんですけども、でそういうところもまあ、向こうの経典の中に方々限界という意味の言葉があるかどうか分かりませんけれども、この方々限界という考え方でその宗教というものがこの存在しているということなんですね。で日本の中、日本の文化圏の中においては仏教の全体も含めてですね、この方々限界ということをこの正面からこの示しているのは日蓮大聖人の教えだけ、ということなんですね。で世間の人たちは何でも拝むと、何でもいいじゃないかと、何でもみんなが仲良く楽しくワイワイとやっていければそれで、いいじゃないかと、宗教で、その殺し合うというようなことは全く意味のないことなんだと、その宗教自身がおかしいんじゃないかというようなそういう何でも拝むという考え方ですから、この日蓮大聖人の教えのこの方々限界ということはこのほとんど受け入れられないという考え方なんですね。だから大聖人の生涯もこの大聖人の信仰をする人たちもですね、ずっとこの多数派じゃなくてこの少数派という形で、この歴史を刻んできて、いると、法難を受けやすい、そういうこの体質というものがこの方々限界ということの中にこの示されているということなんですね。で方々ということはどういうことかというと、そしる法ということですね。法をそしるということですね。法をそしる、この法はじゃあどういう法かというと、何でもいいですよという法じゃなくて、いつもお話しするように、一切衆生平等成仏、一切衆生がのこの命というものは全てこの平等であって、全て、仏の命というものが備わっていて、全ての命が仏になる資格というものがあって、南無法蓮華経の信心修行によって必ず誰でも仏になることができるという教え、これが一切衆生平等成仏ということなんですね。でこの一切衆生平等成仏ということを阻止る、否定をする、またそれを曲げようとする、それをこの方々というふうに言うんだと。だから何でもいいじゃないかということ自身ももうそれはこの方々なんだと、何でもいいって言うんだったんならばこの一切衆生平等成仏ということは成り立たないということなんですね。一切衆生平等成仏ということをこの一切の衆生にこの伝える、知ってもらいたい、信じてもらいたい、行じてもらいたいと、だからそれを邪魔する、
それを曲げるもの、それに矛盾するもの、そういうものはこの一切至上平等成仏の法というものをこのそしるものなんだということなんですね。私連続して見てるわけじゃないんですけどもね、この間ねブラタモリっていうあのタモリがえー教育テレビですかっていうぐらい、なんていうんですかね、ちょっと、NHK じゃなきゃ、視聴率に関係のない NHK でないとこういう番組はないんだろうなと思うんですけど、NHK を見てましたら、タモリとそれから NHK の女子アナウンサーのこの人がその土地へ行って、それでその土地の歴史上あったこととか、なぜこういうこのことが起きたのかとかいうようなことをこの学者さんの人とか案内をしてくれる学者の人とか大学の教授とかですね、そういう人がその土地を説明してこの歩くこの番組があるんですけど、お寺の生活が毎日毎日バラバラですので必ず見るということはできないんですけど、たまたま見たんですね。そしたらこの島原のこの隠れキリシタンの皆さん方もひょっとしたら見たか分かんないですけど、隠れキリシタンのその話をこのしてたんですよね。で、隠れキリシタンって言ったらもう250年ぐらいこのキリスト教が日本に渡ってきてから、それが禁教って言って、もうキリスト教の信仰してはならんということになって、それでずっと隠れて、この信仰をこのやってきたこの人たちなんですけども、それがですね、その番組見ててですね、僕も本当にこの方々限界と一緒でものすごいもう剥がれのようなカチンコチンの石のようなその気持ちでその信仰をずっと隠れてこの貫いてきたんだろうなというふうにその思ってたらですね、その五島列島のこの隠れキリシタンのこの人たち、その地域っていうのはですね、何でも拝むというその土地だったと。だからキリスト教徒でありながら神社のお祭りもする、何もするかにもするというふうにこのしてですね、もう深くこの村の人たちとその関わりを持ってですね、キリスト教徒がキリスト教だけっていうふうになったらその他のことが立ち行かなくなるぐらいにその深い関わりというものをこの持って、それでかつ隠れてそのキリスト教の信仰もしてたために、その幕府はその天草四郎のあの戦いまではそのかたくなにそのキリスト教だけっていう形でやってきたものが、あまりにもそのキリスト教のこの弾圧が激しかったのと殺戮がこのすごかった、幕府の側もたくさんのこの死者がこの出てですね、で幕府の方ももう二度とそのあいつらとこういう戦いをしないようにそのうまくこの付き合っていくようにそのしなきゃならんなっていうふうに、そのお互いが
その隠れキリシタンの方も何でも拝むという拝むような形で、幕府の方もあいつはキリスト教だなというふうに思っても、そのなんていうんですか、ちょっと目こぼしができるようなその形で、お互いがその歩み寄るというかごまかし合って、それでその250年間このやってこれたんだというその話なんですよね。いやー、それびっくりしましたね。それからなんていうんですか、キリスト教であるかどうかということをこの試すために踏み絵っていうのがあるじゃないですか。踏み絵っていうのがね、こういうのは本当に聞いてみなきゃわからんなと思うんですけども、最初の踏み絵はですね、踏み絵の中にですね、その十字架があったって言うんですよ。十字架があったと。だからそのみんなその十字架がこの踏み絵についてるので、その踏めないということで、そのすぐ分かってその殺されていったと。そしたら2番こっちの方はですね、なんか紙かなんかのこのにこの絵がその書いてあると。こっちの方は僕らが教科書で習ったところの、もうどうなのか真鍮なのか分かりませんけれども、金属でこのできたこの踏み絵なんですね。でその中にはこの十字架がなかったって言うんですよ。そのキリスト教のキリストの姿はあるけれども、その十字架を入れるのが忘れたのか、わざと忘れたのか分かりませんけれども、それがなかったって言うんですよね。こっちにはあったと。あったから踏めなかったと。こっちはないから、まあ、踏んでもまあこのぐらいのことだったら許してもらえるだろうと思って、その平気でその踏んでいくこのキリスト教の信仰者がいっぱいいたと。だから見つけられなかった。また見つけられないようにそのわざとしたのかも分からないというその話をこのしてたんですよね。だからそれを見てですね、あんまり方々限界じゃないんだと思って、あんまりカチンコチンの鋼のような石のような、そういうもんじゃなくて、どちらも傷つかないように、そのうまくこのギリギリのところでそのやっていけるようにということで、だん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 その隠れるっていうことがもうなんていうんですか、キリシタンの人にとっては常識みたいな、つまり明治になってもう隠れなくても良くなっても、その隠れキリシタンの人はその隠れてこの信仰するというその形にこのなっているんですね。今でもそうらしいんですね。びっくりしたのはね、正月のしめ縄ね、正月のしめ縄っていうのがですね、その隠れキリシタンっていうか長崎のそのこの人たちの方のその玄関につける、まあ僕らはつけませんけども、玄関につけるこのしめ縄っていうのがそのこういうふうになってて、ほんで こっちのこの藁のこのものがこういうふうに長いんですね。こういう長いんです。で十字架に見えるんです。こっちの真ん中がちょっと短いけどね、十字架に見えて、この締め縄は一年中この玄関にかけてやるんです。と一年中かけてたら十字架をかけてると同じだって言うんですね。どう考えても締め縄なんですね。締め縄なんですけども、その締め縄さえもこの十字架に見立てて、それでそのこれ締め縄なんですよと、うちは一年中かけるか
昔からそういう風習ですからっていうことで、一年中玄関にこの十字架をかけてるっていうことにこのなるというふうにこのしてたと言うんですよね。そういうふうにして、そういうふうにしなくても良くなって今いるにもかかわらず、もうそういう信仰の形態にこのなってしまっているというそのことをですね、テレビを見て知りましてね、そういうことなんだと、ちょっと本当に信仰を純粋に守って、多種ながらですね、信仰を純粋に守ってきたということは、本当にその見習わなきゃいけない尊いそのもんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、なかなかそうはいかない、またそうでなかったということをですね、その番組を見て知ってですね、本当に信仰というものを貫いていくということは大変なことなんだなというふうにその思ったんですね。ただ日蓮聖宗の場合はこんなしめ縄を十字架に見立ててとかじゃなくて、私たち自身の目に見えない心の中のこの信仰心ですから、それを自分がこの守っていく、形のあるものはご本尊様だけですけども、このご本尊様もご本尊様がなかったら信心できないかって言ったら、そういうことはありませんから。ですから私たちがご本尊様のいらっしゃらないところとか旅に出た時であっても、心の中にその私たちがそのご本尊様をこの浮かべてこの手を合わせるということは、いつ何時どこでもそのできることだし、していかなきゃいけないことなんですよね。もちろんご本尊様がご安置されていれば、より深くこの大聖人の教えを意識してこの信仰するということができますけれども、ご本尊様がなかったら信仰することができない、勤行やお題目を唱えることができないということでは、その当然、ないんだということですので、やっぱりそのキリスト教の教えということは、十字架とか物というものがどうしてもこの必要にこのなってくるということの、もう信仰のこの考え方の違いというのはこの大きいなと。偶像崇拝なんですよね、偶像崇拝。聖書は偶像はいけないというふうに書いてありますから、だからイスラム教の人たちはキリスト教の人たちをその堕落したと、堕落した教えだと、十字架やキリスト教のキリストの貼り付けやマリアさんやエンジェルやそういうものを信仰の対象にしていると、あいつらおかしいんだということで、その同じ聖書を信仰する者の中でその殺し合いがその行われたりこのするわけですよね。でユダヤ教を差別するのも、ユダっていう人がキリストをそのいくらかのお金でその売ったということがその出発になって、そのいまだにその憎しみっていうものがずっと今日までこのつながっていて、でそのユダヤ教っていうのはこのユダのこの血をこの継ぐもんなんだという考え方の憎しみを持って、そのユダヤ教っていうもののこの差別っていうものがずっと続いているわけですよね。でこれはもう絶対にそのあっちゃならないそのことなんですよね。例えば日蓮聖宗で、
大商人を平野左衛門の城というその鎌倉の侍どころの、この武士がこの大商人を殺そうとしたんですけれども、じゃあこの平野左衛門の城のその家系に連なるものを日蓮宗宗の信仰者は絶対に許さないぞっていうふうにその憎しみを持ってそのもう草の根をかき分けてでも探し出して、そのあいつら生かしておけないっていうふうに言うかといえば、平野左衛門の城の子孫がどこにいるか僕ら知りませんし、知ったところで、そんなことはそんなことをその人たちに報復をしたとしてもそれは何の意味もないということなんですよね。平野左衛門の城がやったことは平野左衛門の城がやったことであって、その後の子孫にその後の子孫には何の関係もないということなんですよね。だからそのキリスト教というものはそういう憎しみをエネルギーにしてその信仰というものがこの成り立っているということも非常に大きなこの信仰としての欠点というか矛盾だということが分かるわけですよね。だからこの三幸町にもアウシュビッツの強制収容所 の展示をしている教会がこの三幸にもありますけれども、私も2回ぐらい、行ったことがあるんですけど、いまだにですね、第二次世界大戦中に、アウシュビッツその他の収容所で、ユダヤ教の人たちがものすごい弾圧をこのされて、たくさんの何万人という人が殺されていったということがその残酷な歴史としてこの訴えられているんですけど、でもそれはヒットラーがやったことじゃなくて、ヒットラーがもちろんやったんですけど、ユダヤ教がヒットラーによってそうやって弾圧されたときに、キリスト教もイスラム教もユダヤ教もそれを応援するようなその見て見ぬふりをして、かつ応援するようにしてこのユダヤ教がそういうふうになっていくということ、ユダヤ教の人たちが殺されていくということにその協力さえするようなその態度でもって、その殺戮っていうものをこの手助けするような形で立ち回ったわけなんですね。つまりヒットラーはそれに反対する者が誰もいないということを確認した上でそういうことをやってたわけなんですよね。だから本当にそういう残酷なことが行われてたということはもちろんひどいことなんですけれども、その元になっているのはじゃあ何なのかと言えば、そのキリスト教イスラム教ユダヤ教の人たちのですね、そのエホバの証人もそうですけれども、その人たちのエホバの証人はまたユダヤ教の人たちとまた別個に、その差別されていくんですけども、戦争に反対しましたからね、ユダヤ教の人たちとまた違う差別をこの受けていたんですけども、激しい殺戮はなかったんですけども、他のキリスト教イスラム教の人たちはその原動力というか、その賛成の側に回った立ち回りをこのした。そのことに対してキリスト教やイスラム教の人たちは何の反省もこのしてないわけなんですよね。ただそういう残酷なことがあったということがこのいろんなこの講演とか展示物でこの残されていくんですけれども、
その一般原因になっているのは要するにそのユダヤ教というものに対するその身内同士のですねその憎しみ合いというものがああいうその残酷なその歴史っていうことのその根っこになっているということなんですよね。前話したか分かんないですけども、そのみゆきのところは結構全国的に有名ですので、そこに見に行った時に、そのアンケート用紙とかいうのがありますので、私がそのアンケート用紙にですね確かにその展示されているものはね、収容所でその使われていた囚人服だとかそういうものが飾ってありますから、確かにそのひどいことが行われたということは分かりますけれども、この原因を作ったところのそのあそこはキリスト教の教会ですのでね、キリスト教はその時にどうしていたのか、その時のキリスト教の姿勢というものに対するその反省がこの展示物の中に全くないということがその問題なんじゃないんだそうないんでしょうかと、まあその点を教えてもらいたいというふうに書いてその帰ってきたんですけども、何の連絡もこのありません。それは私は宗教者として信仰者としてずるいなというふうに思うんですよね。どんだけ人権が大切かということをいろんな学校を巡ってそこの神父さんは講演して歩いているわけですから、どんな残酷なことが行われたかとか人権がどうだとかいうこと以前に自分たちの責任ということが何なのかということをそこに示していかなきゃいけないというふうにこの思うんですよね。でそうやって考えると本当に方々限界ということはこの大変なことだし難しいことだし、そこに必ずいろんな問題や抵抗やこのそういう弾圧とかそういうものがですねこの生じるということがこの分かるんですよね。だけどこのじゃあどの宗教でも大聖人は方々限界というふうに言ったかといえば、大聖人が求めて大聖人が悟って表したのは一切衆生平等成仏ということですから、だから南阿弥陀仏のすべて阿弥陀如来に何も考えないでお任せしなさいっていうそういう教えを方々限界で守ろうとしたんじゃないんですよね。つまりどんな命にも仏の命が備わっていて、どんな命も南無妙法蓮華経の信心修行によって仏になれるという教えだからこそ大聖には方々限界ということをこの示されて、そしていつもここにこの貼ってありますけれども法華経の中のにこの方々限界のこの出発になる源になるところのこの方便本の正直社方便と不住余興一下というこの二つのこの教えがこの方々限界ということの元になっているんですけども、正直にこの方便の教え一切衆生平等成仏でない教えというものは捨てなさいと、お釈迦さんが今まで説いてきた自らが説いてきた教えであるにもかかわらず、お釈迦さんが今まで私が説いてきた教えを捨てなさいというふうに
その否定してるということなんですね。否定してると。だから正直にまっすぐにこの一切至上平等成仏の法というものを信ずるのであるならば、正直にまっすぐにこの一切至上平等成仏でない教えというものを捨てなさいということを言ってるわけですね。そして不住余興一言ですね。たった一行でもほんのちょっとでも一切至上平等成仏でない教えというものに自分たちが心を動かしてはならないとね、受け入れちゃいけないとね、心の隙間にすっとこの取り入れるようなことがあっちゃいけないと言うんですね。この間のお講でもねお話ししましたけれどもね、信者さんが時々ね、一蓮大聖人の教えがね正しいというけどね、その世の中のねこの宗教ね、みんなね自分のところが正しい、自分のところが正しいって、みんな正しいって住職言ってるじゃないですかね。でどこもどこもみんな正しいと、で大聖人の教えも正しいって、みんな正しいって、みんな正しいって言ってるんだから何が正しいか分かんないじゃないですかと、そう言ってくるんですよ。信者さんが言ってくるから、誰に言われてるのか、本当に信じてる人に言われてるのか何なのか分かんないなと思って、信じてない人に言われるんだったらまだ分かるんですけど、うちの信者さんに言われると、本当に分かって言ってるのかなと、意地悪で言ってるのか何なのか分かんないなと思ってびっくりするんですけども、正しいっていうことをね、正しいっていうことを言うのはそれはみんな自由ですから、間違ってる人だって正しいって何だって言えますよね、何だって言えます。人を殺した人だって、私はやってませんと、私は無実です、私は嘘をついたことがありませんと、生まれてからこの方嘘をついたことがありませんっていうものすごい嘘をついてる人がいたりする、いたりするわけですけれども、嘘をついた人でも嘘をついてませんと、裁判で不利になるなと思ったら、そんな殺そうなんていうふうに思わないで急にその殺したくなって殺しましたと、だから裁判法律なんかも前もって包丁を買ってたか、急に台所に走って包丁を握ったかっていう、そんなことを僕らから見たらどっちでも良さそうなもんですよね。そんなものを別に何日前から買ってようが、台所に走っていって突然包丁を握ろうが、その殺そうとしたことには何の、その違いもないと。だけど裁判では計画性があるか計画性がないかということがこの刑の重さにこの関わってくるわけですよね。だけどずるく立ち回る人間からしたらそんなことは どんなことでもできるわけですよね、その石の塊だろうが何だろうが何でもできちゃうわけですから、そんなことを計画をしようが計画をしまいが関係ないことなんですけど、でも少しでも刑を軽くしようと思って計画、心の中に計画はあっても計画はありませんでしたっていうふうにその嘘をつくわけですよね。だからどんなに間違っててもみんなその正しいと言いますよね。なんか失敗すると必ずその人のせいにして自分はやってない言ってないみたいなことをこのみんなその多かれ少なかれみんな考えるわけですよね。だけど
どんだけ正しいって言ってても本当にその人の生き方っていうその中身が内容が本当に正しかったのかどうなのかっていうことが一番問題なんですよね。だから俺のやってる信仰は正しい、私の信仰は正しい、私の信仰は正しい、私の信仰は正しいってみんな正しいって言っているけれども、じゃあその正しいっていう教えに一切衆生平等成仏という内容の教えというものが入ってますかと。入ってなかったらそれは正しいという教えじゃないわけです。阿弥陀如来に全てをお任せしますというのは一切衆生平等成仏とは関係ないわけです。だから正しくないんです。全部大日如来にお任せしますという真言宗の教えが正しいかといえば、全部大日如来にお任せしますって、あとは大日如来の思うがままに私は後のことは知りませんというのは、そこに一切衆生平等成仏の教えっていうものが入ってんのか入ってないかも分かりませんから、入ってないと同じことですよね。分かんないんだから。だからそれが要するに正しいっていうことにはならないわけです。正しいっていうのは自由ですけれども、信仰の自由も間違った信仰も信仰するのは自由です。だけど間違った教えじゃ成仏できないわけですから、間違った教えで本当に心が安らかに救われるということはありえないわけですから。だから間違った教えっていうものに対してこの一切衆生平等成仏のこの南無法蓮華経の法というものはそれでは成仏することができませんよ。どんだけ口で正しいというふうに言ってもその教えは正しくはないですよということをこの大聖人様は示していかなきゃいけない、伝えていかなきゃいけない、教えていかなきゃいけないということをこの法宝という言葉でこの表現しているわけなんですね。法宝は現にこの慎まなきゃいけないと、戒めなきゃいけないと、自分も戒めなきゃいけないし、人にもこの戒めなきゃいけない。そこで摩擦が生じるような、争いが生じるような、憎しみが生じるようなことがあったとしても、それでは仏になることができない、それでは成仏することができないということは、これは絶対に伝えなきゃいけないということなんですね。つまり命の危険と同じなんだということをこの大聖人様はこの正直者方便と不住余興一下のこの法華経の言葉から、この法宝限界というこの一言の言葉にこの示されてこのいるわけなんですね。宗教はもともとみんな法宝限界じゃなきゃいけないはずなんです。何でも拝むということはあっちゃいけないことなんですね。だけれども法宝限界というこの教えというものをこの保つということは、さっきの隠れキリシタンが生き延びるためにそういうその方法を取ったということでも分かるように、この本当にこの法宝限界ということをこの貫いていくということはこの大変なことなんだということなんですね。でもそれは法を守るためじゃなくて、自分自身が成仏するということを守るため、自分自身を守るために法宝限界の信心をしなきゃいけないと、ね、何かを守るためじゃなくて自分自身を守るために法宝限界の信仰をするということであれば、法宝限界のこの信仰をするということは自分自身を守ることなんだと、自分のためなんだと、誰のためでもなくて自分のためなんだと、大聖人のためとかお寺のためとか住職のためじゃなくて、自分自身のためにこの法宝限界のこの信仰というものを守らなきゃいけないということなんですね。
火の中に水を求め、水の中に火を携るがごとくなるべし。おお、つまり矛盾ということですよね。矛盾。この南無妙法蓮華経の法というものを守らないで成仏したいというふうに願うということは、もうそれは矛盾してるんだと言うんですね。火の中にこの水を求めると、火の中に水を求めても求められないからね、もう土台無理な話だとね。水の中に火を訪ねるようなもんだと、もうこれも矛盾していることだと、もう無理な話だと、絶対にその無理なんだと。方法があったら成仏するということは絶対にこの無理なんだと、だから方法があっちゃいけないんだということなんですね。はかなしはかなし、求めてもそれは解のないことなんだと言うんですね。前もお話ししましたけどね、この漆っていうのはね、この漆の木がこう生えてるんですけど、漆の木っていうのはそのある程度その元気で若いその木でないと、その漆っていうこの樹液を取るということがそのできないらしいんですね。ちょっとこう斜めにこの漆用のこの刃物でもってこの木のこの表皮のところを傷つけて、でそこからこの樹液が、この黒いこの樹液がこうやってこう出てきまして、でそれをこの漆壺っていうこのちっちゃなこの壺をですね、その樹液が出てくるところにこの引っ掛けといて、それでそのほんのちょっとですね、この1日このその樹液の出てくる量っていうのはほんのちょっとなんですけど、そのほんのちょっとをこの何本もこのその漆壺をかけといて、それを集めて、それでその漆としてこの出荷するわけなんですよね。でだから20年とか30年とかすると全部その漆の木のこの林をその入れ替えていかなきゃいけないわけですよね。だから今こっちの方の林をやってて、で全体がこの年を取っていきますから、その次のこの漆畑をこの漆林をこの植林してこの作っていくと、次から次にこのそういうふうにしてこの巡っていくわけですよね。巡っていく。でそこまでしてですよ、そこまでして今日本のですね、日本製の純粋なこの日本産の漆っていうのは全体の 2% ぐらいだったんですよね。全体の 2%、 あとほとんどその外国、中国からのこの漆だと言うんです。だからその漆のこの何ていうか、お椀だとかそういうものがありますよね。でこうその安いその漆塗りのものは全部外国製の漆ですね。で高級なこの輪島塗りだとかそういうこの高級なこのものになると、下塗りはその中国産の外国のもので、最後の仕上げのところだけこの日本産のこの漆で仕上げると、
いうこのやり方、何回も何回もこうね、もう4回も5回もこうやってこの漆が乾けばまた塗る、まあ、その乾けばまた塗るっていうふうにして4回5回っていうふうにそのいいものになるとその塗り重ねていきますからね、そうするわけです。でなんで日本産がいいか、なんで中国産じゃダメなのかということになりますね。つまりその漆はその日本のこの風土にこの育ったものが、要するにその一番この日本で使うこの食器に合うっていうんです。で中国で育ったものっていうものと日本でその作ったそのお椀のその形っていうものにこの塗っても、要するにその粒子が粗いのか何のか分かりませんけれども、その糊がその良くないと言うんですね。キメが粗いって言うんですね。だもんで日本産だったら何でもいいっていうもんじゃなくて、その風土に育ったものがその一番そのものにこの馴染むと。だけどその漆を取る人のもう本当に大変なこの仕事なんですよね。休みなんかないんだからね、もうずっとその漆を取る、漆を植林してまた育てる、それだけに付きっきりでそのやっててもそんだけしか取れない。そんなに高価なものであっても、その贅沢にご飯を食べるということができないぐらいその過酷なこの仕事ですから、みんなそのやらないということになっていくわけですね。それだけ苦労してね。だから第一書にここに書いてある漆千倍と、千倍のこんな小さなですね、この木に引っ掛ける漆壺ですよ、このこれを全部かき集めても、その1日や2日や3日や1週間で1000杯なんか取れないんですよ。元の漆壺っていうのはこのぐらいその大きいこのものなんですね。大聖人がこの小さな漆壺を1000杯って言ってるのか、こっちのこの全部その集めたものの1000杯っていうふうに言ってるのか、大聖人の時代はその、純国産の漆しかないわけだから、中国から漆は来てないわけだからね。だから純国産の全部のその漆っていうものを考えても、漆が1000杯って言ったらどんだけの日数がかかるのか分かんないぐらいの、小さな壺にしても1000杯って言ったらどんだけかかるか分かんないですね。そんな一日の仕事で1000個も木に漆壺をかけていられませんからね、切ってそのね溝を切って、それでその漆壺をかけるわけですから、そんなそのたくさんのものをかけれませんからね。だから千杯って言ったら何日かかるのか、何日分なのか、その分かんないぐらいの途方もない量の、要するにその漆なんですね。その漆がですね、この山ですから、この沢ガニが、このちっちゃなカニがね、このちょろちょろ流れるその小川みたいなところからこの出てくるわけ。前話したか分かんないけどね、私十字靭帯切った時もね、交換病院に何でか分かんないけど、なんか交換病院に縁があって交換病院にかかってるんですよね。
それでね、交換病院にね、いっぺんね、あの人間ドック、日帰り人間ドックでね、あの胃カメラをね、あの生まれて初めて飲んだ時あったんですよ。生まれて初めてね。ほんでね、胃カメラを飲むね、あの場所へね行ったらね、そしたらね、あの患者さんが待ってるね、その待合のところにね、サワガニがね、病院の床をね、こちょこちょこちょっと歩いてるんですよ。と思ってね、なんじゃこりゃと思ってね、病院の壁の隙間からね、サワガニが出てきてね、ほんで歩いてね、病院の人ね、平気な顔してるんですよ。病院のあのワックスかけたあの廊下のと廊下をね、サワガニがね、あの 2,3 匹ね、その散歩してるんですよ。と思ってね、全然わかんないからね、なんでカニがいるんですかって言ったらね、いや、いつもあの出てきてまたあの帰っていくんですよ。ほんで、その交換病院自身がね、山を切り開いて作ったもんでね、そのサワガニのね、この通り道っていうか、それがそのままね、その残ったらしいんですね。ほいで、なんかこう地震とか、もう何年も経ってるその建物なので、もう地震とかでこうちょっとその壁にそのなんか亀裂がこの生じた時にね、そこからね、そのサワガニが散歩に来るようになったと。と思って、こんなことありですかと思ってびっくりしたんですけど、もう普段から見てる人たちは平気な顔してるんですよね。私は生まれて初めて病院でサワガニ見たのでびっくりして、と思ってびっくりしたんですけども、びっくりしていないということにまたびっくりしたんですよね。そんなんで、そういう小さなこのサワガニですよね、サワガニ。その小さなサワガニがこの山の中ですから、この漆の木にこのよじ登っていって、それでその遊んでるうちにですね、そのコトッとですね、この漆壺にそのはまって入ると。そうするとカニの、まあ大きい私たちが食べるようなカニもそうですけれども、カニの成分の中にその漆を全部そのダメにしてしまうその成分がこのあるらしいんですよね。だ今はもう薬に、その薬として調合されてるらしいんですけども、昔の漆職人の人はそのやっぱりその漆を使うので、その漆職人の人自身も漆にかぶれるわけですよね。でそうすると、まあその長年やってますから、そのできるだけ自分の肌にその漆がつかないように注意してても、やっぱりひょっとした瞬間にその漆が肌につくと。そうするとそのサワガニをこう何匹か前もって取っといて、でそれをこの砕いといて、それでそのサワガニのこの汁っていうものがこの出ますよね。でそれをその常に脇に置いといて、それで肌について、あ、これかぶれが来るなというふうに思ったら、そのサワガニを潰して、あの砕いたところのこの汁をこの塗っとくというふうに、そのなんていうんですかね、漆のかぶれ防止のためにそういう薬代わりにそのサワガニを使ってたと。
うん、今はもうその成分を純粋に抽出したその軟膏があるらしいですけども、昔の人たちはその仕事の段取りとしてサワガニを取ってきておいて、そういうふうに用意をして、それでその職人の人たちが使い回ししてたというふうに言われるんですね。だからそのサワガニのたった一本でも爪一本でもこのたくさん集めたところのその漆の1000倍分のこの漆の中にたった一本のこの爪が入っただけで、何百日と苦労して集めたところのこの1000倍の漆が全部水になってしまうと、全部漆じゃなくなってしまうと、それほどこの方々っていうものはこの一切衆生平等成仏の南無妙法蓮華経の法というものをこの水の泡にしてしまうほどのそういうこの力が、間違った力というものがあるんだと。だからそれをこの私たちは犯しちゃならない。それを犯せば水の中に火を求め、火の中に水を尋ねるとその同じになってしまうんだということをこの言っているわけなんですね。毒気人入疾報し行こう、毒気が深く私たちの命心の中に入って、そして何としても仏にならなければならないという、その私たちが生きていく本来の目的であるところの心というものを見失うようにこの方々っていうものがこの働いていくんだと。そんな成仏なんて、そんなそのわけわかんないようなものを、そんなものを求めたって、そんなものはしょうがないんだよと。それよりも面白楽しくその暮らした方がいいじゃないかと。そんな朝と晩に手合わせて、1時間近くこの南無妙法蓮華経ってそんなものを唱えているよりも、おいしいものを食べて、面白おかしくテレビでも見てる方がよっぽどはそのためになるんじゃないかというふうな、そういう心の方がその当たり前に、そういう心の方が人間として当然のように、人間としての本当の生き方のようにその思えてしまうですね。本当に自分の命にこの南無妙法蓮華経の仏の命というものがその備わってるんだというようなことを真面目に真剣に求めて考えるということを、その生涯を通して、長い生涯を通しても一回も一瞬もないようなこの人生でこの終わってしまうということなんですね。それじゃダメだろうということなんですね。よくね、その別にね、今創価学会の人たちはね、お祭りでおみこしを担ごうが、お祭りの発表を着ようが、もう地域友好のためにはそれが当たり前にこのなってるんですね。選挙の時に一票が欲しいから、だから地域の人たちと仲良くしなきゃいけないというふうに、あれほど方々がいけないというふうに言ってた人たちが、今は平気で、お祭りに参加協力して、やってます。それを前創価会の人が来たからね、そのおかしいじゃないんですかというふうに言ったらね、別に信じてないんだからいいですよと。あんなものはね、その土地その土地の文化だから、みんながこのお祭りで力を合わせて、みんなが楽しければそれでいいんですよというふうにこの
開き直ってましたね。クリスマスだってね、みんなが楽しければそれでいいんですよと。別に、キリスト教を信じてるんじゃないんですからというふうにこの言うんですよね。信じてなかったら何やってもいいということにはならないですよね。信じてないんだったらやんない方がいいですよね。信じてないんだったら、なんでいけないのかと。別に手を合わせてるわけじゃないし拝んでるわけじゃないというふうに言いますけれども、でも人間というのはそういうことと関わって、そういうことに付き合って、そういうことに参加していればですね、必ず10回に1回10回に2回、まあこれでもいいんじゃないかというふうに、その心というものがその情にほだされるように、そういう信仰というものがこの一切衆生平等成仏の法でないということを、その忘れて薄れてこの言っちゃうわけですよね。そうすると10回に1回、10回に2回、10回に3回というふうに、そういうものとこの心を合わせて付き合っていけば、私たち自身の信仰も要するに曲がっていってしまうということなんですね。だから1回ぐらいと、まあ麻薬みたいな薬物みたいなものもそうですけども、みんなそういうものに手を出すときには1回ぐらいならというふうにしてその手を出す。1回ぐらいだったら後戻りできるだろうと。それが1回が2回、2回が3回、3回が4回っていうふうになっていって、そして後戻りできなくなってしまうというものなんですよね。人間っていうのはみんな自分が強いと思ってますけども、人間ってそんな強いもんじゃないんですよね。本当に弱いもんなんですよね。強がってるだけであって、そんなに強い人は誰もいないわけです。みんなそういうものにこの付き合えば、だん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 そのおかしくなって、そのおかしい方が正しいことのようにその思えてこの来るようになると。だからそういうようなことを私たちは、自分がこの水際で玄関口で入れてから断るんじゃなくて、入れる前に私たちはその断っていく、入れる前にそれを要するに自分の心に入れる前にそれをきちっとその判断をして、それを自分の生活や心に入れないようにその努力していかなきゃいけないということなんですね。今コロナウイルスがね、最初は水際なんて言ってましたけど、もう水際じゃなくて瀬戸際になって、もう水際も何もなくなってしまいましたけども、インフルエンザでも何でも、その水際で要するにこの対処して退治しなきゃいけないわけですよね。入ってきてから退治するっていうことは、これはもう本当に何十倍何百万倍その努力してもなかなかできないそのことなんですよね。覆水盆に帰らずって言いますけども、一遍ぶっちゃけた水を元の器に戻そうったってそれできないですよね。こぼさないようにこのしなかったらいけないわけですよ。こぼしちゃってからどんだけ戻そうって努力したって、どんだけ努力したって戻んないんです。だから方々も、方々になる前にそのことを私たちがこの注意していかなきゃいけないということなんですよね。あのね、
今までね、接してきた信者さんの中でね、信心していない人とね、その結婚するっていう場面があるんですよね。信心してない人ね、もう一番びっくりしたのはね、日蓮宗主のお坊さんでね、違う宗派のね、そのお坊さんと結婚した人がいるんですよ。お坊さんというか、お坊さんの資格を持った、お坊さんができるっていうその人とね、大学時代そういう宗教関係のこの大学に行ってたもんで、そこで他宗の女の人で坊さんの資格を持ったこの人を好きになって、それで結婚した人がいるんですよね。で、信者さんでも自分が好きになった人がたまたま他宗の信仰している人で、その人と結婚するというケースが今まで何人もいました。信仰しているということと人を好きになるということは全然別問題ですからね。だからどんだけ相手の人が信仰してても、大聖人の信仰してても好きになれなかったら結婚できないからね。信仰はしてるんだけど、この人を私あんまり好きじゃないわって言ったら結婚できないよね。結婚できない、好きにならなかったらね。だけど好きになっちゃったんだけど、この信仰してないというそのことが起こるわけですよね。でもこれはね、結婚をしたいためにね、そのこの信仰してるということを一生懸命隠す人がいるんですけど、それじゃあやっぱりその結婚してからダメになりますよね。結婚してから問題が大きくなってきますよね。つまり、結婚をするということは一緒に生活をして、一緒にいろんな問題にこの対処していかなきゃいけないということですから、そのたんびにその信ずるものが違うということになったら、そのたんびにそのぶつかるような問題がその起こってくるわけですよね。だから本当にその人が好きになったのであるならば、自分はこういう信仰をしているんだということはちゃんとその相手に伝えて、自分が今までどういう生き方をしてきたかということをちゃんとこの相手に伝えなきゃいけないと。本当に人がその結婚するためにその、まあ、信仰だけじゃなくて、その一緒になるためにこれも隠しとこう、あれも隠しとこうっていう隠すことがいっぱいあったら、それは一緒になってからその問題がどん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 大きくなっていくということになっちゃうんですよね。だから好きじゃなきゃ一緒になれませんけども、一緒になるということは生活するということですからね。生活するということはそういう意味の隠し事があっては一緒に生活するということはできないということになりますよね。
好きだということの愛情ということの一番のもとは信頼ということですよね。信じ合うということを愛してますとかいうふうに言いますけど、愛というものの一番の根っこはその信頼ですもんね。信頼だから、信頼し合うということであれば、自分がどういう信仰をしているかということはやっぱりその結婚に至る前にこのきちっとの相手に伝えなきゃいけない、自分で説明できなければここへ連れてきて、この日蓮大聖人の教えというものがそのどういうものなのかということをその私から説明もしますから、きちっとこの話を聞いてもらうということなんですよね。だから結婚はこのセックスとか経済というだけの問題じゃなくて、本当にそのお互いの人生をお互いがその抱え合ってこの生きていかなきゃいけないということなんですね。具体的に言えばですね、結婚をするという時には必ず結婚式をすると。結婚式をご本尊様の前でするのか、神主さんの前でするのか、アルバイトの神父さんの前でするのかっていうところから、そのもう問題は起きていくわけですよね。それから子供が生まれる、子供が生まれて一番最初のこの世間でいうお宮参りっていう、日蓮聖宗では初参りっていうんですけども、一番最初にご自戒を受ける、一番最初にそのお寺にお参りするということで、その初参りっていうんですけども、世間の人は神社に行く、日蓮聖宗の人はお寺にご自戒に来ると。じゃあ3歳5歳7歳って七五三の時に神社に行くのか、お寺にお参りして七五三をするのかっていうところ、全部その結婚する瞬間からその信仰の上での問題がその起きてくるわけですよね。だからそういうことから考えた時に、本当にその付き合っている段階で自分が小さい時からそのどういう信仰をしてどういう生活をしてきたのかということをその語り合える状況を自分で努力して作っていかなければ、結婚をしてもそれはうまくいかないということなんですね。つまり結婚する前にその人が入信するかしないかはともかくとして、この人はこの日蓮大聖人の信仰をしてその育ってきたんだなということをこの伝え、その範囲でもその分かってもらえるような、そういう付き合い方をしていかなきゃいけない。結婚してから言いましょうということではそのダメだということなんですね。必ずそこでその亀裂が生じてしまう。だからこの方々限界ということも同じことなんですね。同じことなんです。結婚してからそのことを後出しじゃんけんで言うということじゃなくて、本当に自分が好きになった人、好きになりかけていく段階で、この大聖人の仏法を真剣に、この自分はこの人生の中で、この信仰に触れてこのやってきたんだということをこの伝える、そういうこの勇気を持たなきゃいけない。
いうことが言えるんだね。その多州のこのお坊さんの資格を持った女の人と結婚したこの人はね、結局相手の女の人が日蓮宗だったということもあって、まあ、同じ南無妙法蓮華経だっていう軽い気持ちもあったのかもわかんないんですけども、やっぱりうまくいかなかったですよね。 お坊さん辞めてしまいましたね、うん、やっぱりその本当に、信仰よりもお坊さんであっても好きだという気持ちの方、一緒になりたいという気持ちの方をその優先してしまったんでしょうね、うん、だから本当に、同じ南無妙法蓮華経だけど日蓮宗と日蓮正宗は全然違いますからね。向こうはお釈迦さんが仏、私たちは日蓮大聖人が仏というそのものすごい大きな違いがこのありますから、その大きな違いというものをその乗り越えるだけのものを結婚する前にそのきちっとこの お互いが話し合って、理解し合って一緒にならなかったために結局ダメになってしまいましたよね。だから信者さんだからどうかどうだとか坊さんだからどうだとかじゃなくて、やっぱり私たちは方々限界と一緒で自分の心 の中に入る前に、そのことに対して努力をしていかなきゃいけないということが言えるなというふうに思いますね。